自己紹介が多分まだだと思うので、あ、そうだ、どうぞ。久しぶりにやるか。久しぶりにやる。知ってる？何が？我が輩の自己紹介。うん、うん、おい、絶対知らねえだろ。おい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 、うんうん、知らないよね。わ、当たり前やな。可愛い後輩の知ってるよ、絶対に。いや、そうだよね。それ、そうよ。じゃあ、じゃあちょっとやるわ。ちょっとやるわ。いくよ。うん、わかった。活目せよ。いや、お前さ、ふざけんなよ。え、それはやっぱずっと やり続けてるの、うん、ラップは。うん、全く。何、活目せよって言われたらなんて言えばいいの、俺は。じゃあ、うん、Yes, my dark。 Yes, my dark。 うん、 Yes, my dark。 わかりました、いくよ。はい、活目せよ。 Yes, my dark。 ちょっと分からへんわ、感じが。その Yes, my dark のそのなんかニュアンス感がむずいわ。で、なんかあれやな、やらなくなってきた理由がなんとなく分かるわ。最初の時はさ、そのさ、うん、ラップがさ、ご挨拶するときは他の方とご一緒するときも他の方は Yes my dark って言ってくれてたりしたの。うん、うん、言ってくれない。あ、じゃあほんまや、ほんまにやめて。正解やね、お前。これは危ない。このやめた、これ危ないよ、ほんとに。変な空気になるね。いや、そのなんか、うん、すごい恥ずかしかった。 Yes my dark ってさ、めちゃくちゃ結構ノリノリで言ったんだけどさ、なんか言い終わった後にさ、なんかあ、これで合ってるのかなっていう、なんかダークの部分がむずいわ、うん。いや、なんか自分でも分かんなくなってきてる。ラプ様ね。ん？ラプ様。様？うん。ん？あー、ラプね。ラプ様！ラプ様って呼んでくれる人いるん？たまに。うん、あの、V スポのお姉様方とか。あー、なるほどね。でもラプちゃんって呼ばれること多いんじゃない？意外と。めっちゃ多いね。だってめっちゃ年下に呼ばれてるんだよ。ラプちゃんって。あ、まあ、まあそうか。そうだよ。え、ロベルいくつ？俺今年で32よ。まだ若いね。なんだよ。まだ若いでしょ。そうだね。まだ若いよな。うん。え、ラップは。あ、でも結構思ったより。あ？は？え、ちょちょちょ。ちょっと言うてみ、言うてみ、聞くよ。ちょちょ、いや、なんか思ったより。もうちょっと下だと思ってた。いや、正直。え、大体いく、でもそれは別に喜ばしいことであるから、大体どれぐらいに見えました、ラップの中で。え、26とかかなと思って、うん。おお、捨てたもんじゃないね、ロベル。まだロベル頑張ってるんだね。うるせえ。そうよ、あんた頑張ってんのよ。頑張ってるじゃん。32やけど今年で、私すごい32でケツ叩いてるんだね、はい、ん、すごい頑張ってるな。いや、ね、ラップ、ケツを叩くのに年齢は関係ない。いや、あるある、絶対ある。絶対ね、絶対、絶対ある。ないよ、32歳は自分のケツ大晦日に叩かないからね。でも108回。俺も、うん、俺もこの前さ、その同級生のさ、友達とさ、うん、ご飯に行った時にさ、もう、うん、結婚とかしてたの、そいつが。うわ、そんな中、片や友達は結婚してるのに、うん、俺はみんなの前でケツを叩いてるんだって思ったよ、俺だって、うん。いや、でも、でも関係ない、うん、ケツを叩くことで多くの人を笑顔にしたわけだから。あ、さすがアイドルだな。もうだいぶ前にアイドルというものはなんかビャーって捨てた覚えあるんやけどな、なんかな。あ、捨てたんだ、一緒じゃん、まあ、え、ラップも捨ててんの。いや、おはよう、アイドルを頑張りしものだから、別に最初から。でも気持ち的には、気持ち的にはなんとなくわかるよ、イメージ的には。そうそうそう、頑張ってアイドルしてるから本当に多めに見てや、わ、うん、かる、わかるよ、その気持ち、やつ、めちゃくちゃわかる。言いたいことはなんかすごくわかるわ。うん。